ここで俺が投げ出したら、俺のしてきたことで犠牲になった人たちに顔向けできないだろ。俺たちは無念を背負って、私ミコでよかったの。ミコとして生きて世界を救いたい。人間は嫌いだけど大地は必要だろ。希望を失って生き続けるのは死ぬより辛いことではなくて、その劣悪種の痛み存分に味わえ、地獄の豪華でな。親ってのは子供を守るべき存在だと思うんだよ。どんな悲しみの中でも笑顔でいるのは心の鍛錬が必要だ。こんな時くらい女の子らしく甘えて助けてもらえばいいのに。優しさに惑わされて判断を誤るならただの甘い人です。正義と愛は必ず勝つだろ。どんなに正しいことを言ったとしても、それを実現してみせなきゃ。行きます。逃すな。ザンマコレットは世界を再生するんだ。お前らなんかに負けるかよ。私本当にロイドに会えてよかった。そう思うんだ。勇気は夢を叶える魔法。僕ロイドを探します。そして両親の仇を討ちます。人の顔色だけを見て媚びへつらい逃げる奴は豚同然。お前は豚か、それとも人間か。天罰が下るのは誰だかよく教えてやるよ。みんなの仇だ。あなたは騎士として選ばれたのです。闇に呼ばれろ。なんか僕じゃないみたい。逃がさねえロイド。今は何も言えない。マルタにエミルだね。これでお友達だね。怪我はないかい、愛しの子猫ちゃん。あんたたちについていけばロイドに会えるかもしれないんだろ。案ずるな、もう慣れたぞ。諦めが悪いのって僕も嫌いじゃない。さあ行きましょう。私も協力します。